全然声出してやっていこう。厳しい寒さに負けず汗を流すのは北海道代表北海高校。同大会では持ち味の堅守と縦に速いサッカーで11年ぶり10回目の全国大会出場を決めた。北海高校の特徴は指導方針にある。それがボトムアップ方式だ。練習メニューや試合のメンバーを選手たちが決めることで自主性などを伸ばし人としての成長を目指している。ボトムアップ方式の鍵となるのがサッカーノートだ。練習後に毎日ノートを書き、時には監督や選手同士で見せ合い、チームで気持ちを共有していく。奮い立たせてくれるような言葉をかけてくれるので、とても絶対やってやろうっていう気持ちになります。思いを一つに、いざ全国へ。ベスト8目指して一戦必勝で頑張るぞ。